思いやり駐輪場から先行的に整備に着手をしていきたいと、不便だという声に応えないといけないということだろうと思います。それにまあ早速答えていきたいと。JR 福山駅周辺には福山市と民間事業者が管理するおよそ4100台の駐輪場がありますが、駐輪場が点在しているため買い物などで使うには不便といった声が多く上がっていました。今回の整備では安全で便利に使えることに重点を置き、幅の広い歩道などを活用して高齢者や子育て世代などが利用しやすい仕組みを導入する考えです。具体的な設置場所や台数、運営方法などについては今月18日に行われるデザイン会議で議論して、年明けには整備に取り掛かる予定です。しっかり議論しながら、しかしスピード感を持って年内には一定の考え方を整理した上で整備に持っていくということを考えています。